日本語出たのはね、まあ、なんですよ。わしのお父さんは巣を作ってるんでね。それでその巣を持って、なんじゃ、まあ、お客さんとかへ行ってこいって。それで故郷出て初めてよ、川戸とこへ行ったんじゃ。で、それで川戸とこへ行ったところが、それがもう美しく見えるんじゃ、ね。いや、こんなに立派なところじゃねえような感じがしてね。それからもう学校よりもその美術の方が好きになる。それが始まりじゃわしな。一番最初はそんなにがなかったんだから北米ばかりでね。だけどこんな北米ではそのイギリスアメリカ人が日本人いじめよったんじゃ。それで大人をいじめるわけにいかんから子供をいじめよったんじゃ。それはまあ雑誌に書いてあったがね、それは持っておったんだが、どっかへ貸したから何かしてね。それでなんじゃね、日本政府は止めたんじゃ。それとこ今度ブラジル始まったんじゃ。ブラジル始まったところは今度はその構成家族がね、家族分でなかったら来られない。それでわしは一人だからそうやけりゃいかんもん。それで、わしの隣の人は、なんてね、あらの家族で、まあ、ブラジル来るのかなって。で、わしもその、お父さんはなんで、その人で一緒になりたかったんで、もう旅券が出しとったわけだから。で、わしのパパもなんじゃね、その、旅費なんか手伝ってと。あ、自分ら、一部の旅費払えないかも。それで日本語でない服を作ってこなくてね、そういうふうな経験が言ったんだね、初めてね。でそんなふうでなんだブラジル行きや。